I'm Jason Palmer, one of the hosts of The Intelligence, the Economist's daily current affairs podcast. The Economist's award winning shows make sense of what matters. From our special series on China's president to our weekly podcasts on business, technology, and American politics, our journalists provide fair, in depth reporting on the events shaping the world. Search for Economist Podcasts Plus and sign up to our free one month trial. 日々お伝えしているニュースや話題の中から一つのテーマに絞って専門家や当事者に話を聞く週替わりの特集コーナー「ウィークリークローズアップ」ジェンダー平等が叫ばれる際には女性の権利向上という視点が多いのですがそんな時代に実は男性も辛い思いをしているのではという視点で20年以上にわたって独自取材を続けているこの方にお話を聞いています。新男が辛いよの著者 近畿大学教授でジャーナリストの奥田翔子さんです奥田さんおはようございますおはようございます男性に蔑まれる男たち男から男にっていうところでこれはこうどういうことに苦しんでる男性がいるっていうことなんでしょうか はい、男性の間の中でも、まあ、支配構造があるってことなんですよね今まで、まあ、男性が加害者で女性が被害者という構図だったじゃないですか、うん、でそれはやめましょうねってお話ししたんですけど、うん、男性の中にも、うん、支配する人と支配される側がいて、うん、でこの支配される側の人たちが増えている。 と私はもう多数派に今な,りなっているというふうに見てるんですけども、ええ、そういったところをねちょっと皆さんにまたこれも多角的な、うんうん、視点で、はい、本当の意味でのジェンダー平等を考える一つの問題提起としてね、うん、今日はちょっとお話、ね、あのできればと思います。男男性性らししさっってて何かそそこでででで苦しむ男性もいるわけすすよねねうなんですで、ね それって、ええ、まあそれぞれの、まあ、個性であって何をこう目指すかって自由じゃないですか、はい、で問題はねそれが実現できない人が増えてきたからなんですね<ー>でいろいろあるんですけどまあ一つは今、ええ、あの実質賃金ってあの四半世紀二十数年にわたってこう下落傾向続いてるじゃないですか、はい、それと時を同じくして管理職ポストも減っていって。うん え正社員であってもリストラの危機っていうのが左遷だったりとか子会社への執行そのまま転籍っていうのがあるだから昔は実現できていたことが今実現できなくなっているところでうん田畑さんおっしゃった男らしさというものが実現できなくなる男性が増えてそのために に苦しみを深めているっていうそういうことをとてもあのインタビューしていて感じますね例えば男性が一生懸命また働いて自分の給料で家族を養っていくっていう構造も男らしさの一つだったと思うんですけども、うんはいはい 今社会で正規非正規でいうと非正規の枠が増えていったりして経済的な事情でもうなかなかこう養っていくなんて考えられないましてや結婚すら考えられないっていう男性も増えてきてるわけですよね。そ、うんうん、そうででですあの,その中で昔は普通にできていたところが今 できていないなっていうところで深刻化してるなっていうのを感じていてで一つねこれはまああの社会問題としてぜひ訴えたいなと思ったのがまあ男性の育休取得って国の施策すごく進んでるじゃないですか。でその一方でねパタ,ハラパタニティハラスメントと呼ばれる。 男性社員が育休を取ろうとした時に、まあ、それをきっかけとする嫌がらせ、ええ、行為を指すんですけどそれが増えていてより悪質化しているっていうのをねこれも私もあのここ近年すごく増えていて問題視してまして、うん、この中でも訴えてるんですけど、はい、因果関係がね育休取得と、えー、ハラスメント まあ、いわゆる左遷とかですね、ええ、も含めてあったら不利益取り扱いの禁止っていう法律に抵触するんですけど、ええ、そこにうまく抵触させないように育休から戻った同じ部署に戻った時に例えば営業でバリバリ頑張ってた方だったら、はいうん、やったことのないようなデータ管理とかね内勤職に、ええ、あの職務を移して、ええ、で人事効果で査定を落として、ええ、1>, 1年ぐらい経ってから。 左遷するっていうのがすごく増えていて、で、それは私は法律の網をくぐり抜けているようで、実際私は停職すると思ってるんですけど、でも何の罰せられずにあって、だから本当に尊い志で、本当の意味での育命を目指していた人たちが、そういった形の悪質なパタハラにあって、どんどんこう道を閉ざされている。 っていうのはとてもこう社会の裏と思ってと言いますかね、えーうん、あるのでここはぜひねあのこのこ訴えたいなと思いましてああのの、うん、特にはいい書かせてたただきました、うん、何も自分には落ち度がないのに、うん、出世コースを順調に歩んでいたと思っていたら、うん、育休を境に 急にそのコースから外れた方に進むようになったとか、うん、やっぱりそうならないためには何が社会に必要なんですかどういう心持ちが必要なんですかね、うん、やはりね裏表なく施策を進めていくというか国は義務化もされてますよね、うん、その該当する従業員に事業主が、うんあのま、育休制度があって取れるんだよってことを促すっていうね。うん、でそれも 実際にしっかりとした上で、ええ、その取ろうという人が出てきた時はそれをやはり前向きに評価するべきですよね。うんうん、そこがねやっぱり現場はまあ実際には人があの抜けるので困るとかですねまだねこれは残念です男が育休取るなんてっていうのが男女ともにその上司にあるんですよね。ええ、なのでそこはやはりすごくこう裏の部分というか本音。 ですよ、ね、だからそこを正していかないとだからまず意識ですね今制度はすごく進んでるけども現場サイドが追いついてなくて逆のことが起きているそこをやはり変えていかないと全然あのいい制度ができても進まないと思いますね。 育休を取得しても男女に関わらずきちんと復帰した時にやはり自分がこうまたバリバリ働けるような環境があるっていう企業の方が旗から見るとすごく魅力的じゃないですか。はい。はい、で、人手不足でいろんな業界叫んでる中でうちはこんな風に育休をとっても充実した仕事がこの先も進められますよ。 もっとととしていいいく企業が増えるといいなと思うんですけど、ね、そうですねあの、うん、実際にあのしっかりと評価した上でね、えー、あの促進していく、うん、でその分女性側はより働きやすくなってるわけですからね、うん、なのでそこら辺は真正面からっていうんですかね、うんえー、しっかりとあのみんなが理解し合って促進に向けて意識を変えていくってことが、はい、重要だと思います。うん そうですね。さて明日はですね、はい、母親に操られる男たち、はいえー、そういったことをテーマにですねお話を伺っていきたいと思いますので明日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。 男だからとか女だからとかっていう二うつに分ける構造じゃなくってその男性の中にもまたいろんな構造があって、はい、立場によって虐げられてしまったりとかあるいはこう育休っていうのを取得しようとすると今の時流に乗ってね育休を取得しようとしたら、はい、なぜか会社の中でその立場が悪くなってしまったりとかね。はい、もも恥ずかかしなながららパタハラといいううう言葉を知っったののでやっぱりそういうのも パタニティハラスメント、はい、パタニティとっていうのは不正母性の反対ですね。不正うん によるそのハラスメントっていう行為を受けてしまうっていうね。うん、まあそういうのもやっぱあってはよくならない。はい。だからこんなのが残るからまた育休取りづらくなってしまうっていうね。うんうん、そういう現状もあるわけですね。社会的に優位なはずの男性たちの生きづらさに迫るジャーナリスト奥田翔子さんの20年にわたってのルポ、新男がつらいよ。こちらは全国の書店で発売されておりますリンクの海月ラナと大空リコです。 RKB ラジオでお送りしているガールズパンチ今夜もあなたにリンクリックをポッドキャストでもお楽しみいただけますアップル、スポティファイ、アマゾンミュージックグーグルポッドキャストなどで今夜もあなたにリンクリックと検索してフォローをお願いしますポッドキャストもリンクリックリ